釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。釣れるじゃんの動画です。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回に引き続きまして、三重県の管理釣り場、サンクチュアリさんにお邪魔していますの後編でございます。君大きいかな。タックルはですね、5番の 8.9 フィートですね。で、リールはまあ 5番、6番リールですね。フライラインなんですけども、フォワードですね、ラインの、5番です。フローティングラインです。よいしょ。で、テーパードリーダーなんですけども、4X を使っております。ティムコさんの 4X を使っております。ティペットはですね、銀鱗の 0.45 もしくは、フロロカーボンの2ポンドですね。2ポンドを使っております。かわいい子ちゃんだ。そして自作で、まあ、自分で巻いたマナブー、ビーズヘッドなマナブーを何色か持ってきております。よいしょ。ホワイトマナブーです。こちらの管理釣り場さんは第1ポンドから第3ポンドまでありまして、今回は第1ポンドの方で釣りをしています。足場がこう高いので結構ですね、取り込む際に膝をついたりしてもう手を伸ばして通り込みますので、結構ね大変でした。膝が痛くて。膝パッドはもう必須ですね。まあ、この日はですね、もうほんとピーカンだったんですけども、まあ活性も結構高くて、もう激濁りの水なので、もうちょっと56メーターぐらいのですね、水深があるということでですね、もうやっぱりちょっと魚が泳いでるとこが見えなかったんですけども、まあ中層から下層の辺ですね、そこの方をですね探るような感じで沈めながら、ちょっと誘いをかけながらマナブーで釣っております。こう引きを引くよ。はい、マナブーはですね、白や赤やオリーブ、それから黒ですね。綺麗な魚。あれ？これってひょっとしたらイエローですね。いろいろ持ってきたんですけども、まずほとんど全色使いましたけど、もう全色とも普通に釣れましたね。まあ、こちらの管理釣り場さんのおすすめでビーズヘッドマナブーということで、事前にちょっと調べておりましたので、まあ、マナブー主体でっていうことで、結局マナブーオンリーで釣ることができました。まあ時間帯もですね、朝一だったんですけど、朝一からだったんですけども、お昼ちょっと回ったぐらいですかね。でもう切り上げました。もう本当に炎天下でですね、汗ばむ陽気で、もう結構ですね、日に焼けますね。もう何匹釣ったかちょっと覚えてないですけども、動画の方もですね撮ってる撮ってないところもありますので、今休憩で大体ですね、まあ体40、50ぐらいですかね、結構反応良かったので、よいしょ。ああ。いやいや、で。赤い。ニニちゃんですね。可愛いニニちゃん。お、でも効く。こう効く。こう効くよ。よいしょ。いいな魚だ。めっちゃ綺麗。本当は綺麗な魚ですね。綺麗な魚です。こう光で反射してピカ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 光って、なかなかですね。本当。いいですね。メモを楽しませていただきました。元気がいいわ。もう釣れるニジマスのサイズもですね、大体同じような大きさですね。マテリアルで作ったなんちゃってマナブです。釣れました。なんちゃってマナブーです。なんちゃってマナブーって言ってますけども、フック以外は、100均で、使えそうなものをですね、主に、ダイソーさんですけども、ダイソーさんとかで、使えそうなのを見つけてきて、このハックルがですね、浮くんですよ。巻いてます。だけど水に馴染んでくると少しずつ沈んでってスローシンキングみたいな感じでですね。10番ですね。ティムコさんの10番。フィッシュでございます。フィッシュでございます。もうほとんどノンストップで釣れてるもんですから、もうなんか結構ヘトヘトで直射日光でしたので、帽子サングラスかけててもですね、やっぱり暑くなりますので。お客さんの中でですね、マスクもされてる方も何人かいらっしゃいましたけども、本当暑いんじゃないかなと思います。ニジちゃん。まあこんな感じですけども、もう釣れてる最中がですね楽しいので、そう暑いだとかそういうのもちょっと。忘れてるんですけども、後で気づくと顔が真っ赤になってて、で手の甲もですねかなり日焼けした感じになってまして、では汗だくになってですね、赤いマナブーです。よいしょ。よし、元気になったかな。はい、ありがとう。はい、ありがとう。もう朝一から10時ぐらい、10時ぐらいになるとちょっと当たりとかもなくなるのかなと思ったんですけど、そんなこともなくですね、連続でですね結構ヒットしてくれたので。もうだんだんちょっと半分飽きてくるような感じになってしまいましたけども、頑張って釣れました。可愛い。ね。この日はですね、土曜日だったんですけども、お客さんがですね、ルアーの方はお客さんたくさんいましたけども、本当開店前からもう何十人も並んでましたので。でフライの方はですね、僕ともう一方ですね、途中から昼ちょっと前ぐらいから入られた方がいましたけど、その2名でですね、ほぼ貸し切り状態みたいな形でフライフィッシングエリアっていうのがあるんですけども、まあ、そういう桟橋みたいなところなんですけども、はい、ネットインありがとう。おきれい。まあそんなこんなんでですね、貸し切り状態みたいな感じで、うん、まあ多少キャスティングにミスってもですね、まあ迷惑かからないですし、結構まあお隣の方と距離が相当離れてますので、まあ、マスクもね取って釣ってた感じになります。お、しまった。しまったよ。途中で。はい、君こっち。あ、なんかちょっと色違う。色違うえ。おお、綺麗。めっちゃ綺麗。何これ。すっげえ綺麗。うん。お。すごい綺麗。太陽の光の当たり方なのか分かりませんけども、すごいピカピカ光ってですね、レインボーカラーでですね、すごい芸術的なですね、結構遠いとこで色彩を持つ魚でしたね。でございます。ああ、いっちゃった、いっちゃった。おおおおおお。やばくないなんか。君そっちじゃないよ。こっちだよ。こっちだよ。こっちおいで。おいで。おいでおいで。おいで。おいでおいで。こっちだよ。そう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 。結構ですね、横に走る魚もいましたので、取り込むのにですね、時間かかったりした時もありました。これ2パットいりますね。膝が痛い。膝ずっとついてるから。取り込むたんびに。ああ、元気だ。膝が痛いんですよね。こっち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 。あ、そう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 。あ、綺麗だ綺麗だ。よし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 。はい。はい。ありがとう。ああ、すごい綺麗。綺麗。うん。なんとも言えない。すごい綺麗。すごい綺麗。すごい綺麗です。ありがとう。外れてしまった。外れてしまった。あります。一緒でございます。君あんまり元気ないね。ニジマスちゃんです。お、銀色にキラキラに輝いてます。ニジマスちゃんです。綺麗な。綺麗な色。はい。ナイス。おおおお。こう引くで。君結構元気がいいで。おお。元気がええで。よいしょ。あ、いででで、膝痛い、膝痛い。もう膝がですね、激痛に近いような痛みをですね、得るってことになりましたので、もう次回は2パッドをですね、膝パッドの方を用意してこようかなと思います。園芸用とかですね、ホームセンターさんとかで売ってますし、ちょっと今は売ってないんですけども、ダイソーさんで簡易的な膝パッドも売ってました。まあコンピューターで調べてもらったんですけども、店員さんにですね調べてもらったんですけど、もうちょっと廃盤になってて、まあ、入荷の予定もないっていうことで、まあ全国のダイソーさんのですね店舗の在庫を聞いたわけではないんですけど、まあ、メーカーの方からはもう出荷もしなければ製造もしないっていう感じで、あ、なんか傷がついてる、そんなようなかわいそうにめっちゃ傷ついてる感じなんですよね。何回も釣られちゃったんでかわいそうに。これも疲れちゃったね。うん。フィッシュでございます。なんか着水と同時のヒット。着水と同時。よいしょ。元気すぎる。真っ赤なマナブーが口元にあります。じゃあ、よいしょ。はい。フライがですね、魚の口ですね、いいとこにかかってると嬉しいですよね。結構綺麗ですね。前半はですね、ちょっと口の中にね、針が入っちゃうところはありましたけれども、まあちょっとコツが分かってきましたので、それでまあ上顎とかにねかける、横の口の横とかですねかけることが多くなりました。やっぱりですね、こう管理釣り場さんでもうたくさん釣れますので、とにかくたくさん釣る。ですね、経験値を上げて、それから、まあ、自然の渓流とかにチャレンジしてみるっていうのもいいのかなと思います。ちょっとあれだね、分かりづらいというか、魚が見えてくるまではちょっと行っちゃった。元気が良すぎる。本当はですね、ドライも持ってきたんですけども、やっぱりちょっとまあ水面をですねこうライズしてるっていう状態じゃなかったので、はい、まあニフだとかウェットだとかちょっとですね沈めて使うものの方がいいのかなと思ったのはありますね。なので、まあ、ビーズヘッドマナブオンリーですね、今回は楽しんできました。これでリーダーいっぱい。でサンクチェレさんはですね、今回2回目だったんですけども、2回ともですね、家内と一緒に2人で来まして、家内の登山がちょっと趣味でハマってますので、近くのですね鈴鹿山脈の一つですねの方に登り行ってますね。まあ昼過ぎにですねちょっと落ち合ってですね、でまあ人につくようなそんなスケジュールですね、今回お邪魔してます。なのでまあ丸一日やったわけじゃないんですけども、もう本当に何十匹もですね釣れたので、もう疲れてしまってですね、もうお腹いっぱいになったような感じでまあ、それでですね、帰ることにしました。折れちゃった。折れちゃったね。いいとこ行ったかな。そうそうそう。すぐ当たりがありました。ちょうどなんか流れているところ、風が結構当たっているところの境目、当たってるところと当たってないところ、波が当たってるところの、おっ、来た来たよ、来ましたよ。釣りは同じのじゃないよね。マナプーしっかり湧いてる。絶対いい。うわ、綺麗だ。あ、でも結構傷がついてる。君傷がついてるよ。傷がついてる個体がですね、結構ありましたんで、まあ、何度か連れて釣られて、ね、キャッチ&リリースでですね、はい、やってるか、それとか鳥とかに狙われてですね、片付けようと思ったのに、いや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 、これでもうちょっともう上がろうと思ったんですけども、さあ帰れコールがあったので、もうどう撤収します。マナブをですね、ちょっとたまたま水の中に入れといたらヒットしてしまいました。きれいきれいです。ラストは黄緑色のマナブーです。はい、ありがとう。で、こんな感じですね、前編と後編に分けて動画を上げさせていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。次回も楽しい釣りの模様をですね、アップしていきたいと思います。今回はこの辺りで失礼いたします。チャンネル登録の方もですね、是非よろしくお願いいたします。失礼いたします。